ーパースポーツゼビオ F リーグ2015-2016 第16節。8月8日ベッパアリーナで行われた馬佐陣大分対湘南ベルマーレ、およそ1ヶ月ぶりのホーム戦、勝利なるか。まずは前半戦、先制したい大分は積極的にゴールを狙います。すると前半6分、キックインから斉藤、これが相手に当たりそのままゴールへ。馬佐陣大分、斉藤のシュートからオウンゴールを誘い先制します。続いて青柳のロングスローから柴野のダイレクトボレー、惜しい。またもや青柳から柴野、これは止められてしまいますが、大分はカウンター攻撃が光ります。しかし前半10分、湘南にうまく崩され同点に追いつかれてしまいます。勝ち越しゴールを狙う大分、森村の強烈なシュート、湘南も簡単には得点を許しません。試合が動いたのは前半17分、ディドゥダからニブヤ、そして白方、速いパス回しから相手を崩し勝ち越しゴールを奪います。そして後半、大分はゴールキーパーを檜山に交代、すると檜山が好セーブを連発。勢いに乗りたい大分、速攻へ抜け出したのは芝野ニブヤ、ゴールと思いきやこれはハンドの判定。点差を広げたい大分、チャンスを作るも得点できない焦りが徐々に見え始めると、後半12分に再び湘南に同点ゴールを許してしまいます。なんとか勝ちたい大分、激しい攻撃を見せます。試合終了間際、カウンターから絶好のチャンス、しかし湘南のディフェンスのファインプレー、これは悔しい。そして残りおよそ10秒、湘南に一瞬の隙を突かれ失点、これが決定点となり2対3で試合終了。最後の最後、何が起こるかわからないのがフットサル。馬佐陣大分、痛い敗戦となってしまいました。現在の順位はご覧の通りです。ここでお知らせです。来週の放送はご覧の日程へ変更となります。来週もまた見てくださいね。